単身鉄道株式会社は、現在の東海旅客鉄道伊田線の前身となる路線を運営していた鉄道会社である。三河川駅から天竜橋駅までの区間を運営していたが、1943年に日本国有鉄道の前身である鉄道省に買収された。社名は三河国と品野国を結ぶことから、 それぞれの頭文字を一文字ずつ取ったものである。現在の飯田線は南北両側から建設が進められ、1920年代までに愛知県側からは豊川鉄道と宝来寺鉄道の2社が三河川河合駅まで、長野県側からは稲電気鉄道が天竜京駅までそれぞれ開通していた。宝来寺鉄道三河川河合駅から、 稲電気鉄道天竜橋駅に至る路線を建設し、豊橋駅から、辰野駅までを一本化する目的で設立されたのが、三新鉄道株式会社である。上記の鉄道会社三社のほか、この地方の大手、電力会社東方電力も加わって計画が進められ、会社設立に先立つ1926年1月20日、同区間の地方鉄道建設の免許を申請した。 一部区間で競合する申請を先にしていた天竜川電力もこの計画に加わり1927年7月19日付で免許が交付された。これを受け同年12月20日に三新鉄道株式会社が発足する。取締役社長には末延道成が就任した。当初の資本金は1000万円で天竜川電力と 東方電力が資本金の25%をそれぞれ出資する筆頭株主であった。鉄道敷設工事は1929年8月に着手。急瞬な地形のため難工事の連続で世界恐慌の影響で資金難に陥り工事延長の申請を繰り返す事態にも陥ったものの1932年10月に 最初の区間が開通したのを川切に順次線路を延長し、1937年8月20日に最後の区間が開通して、三河河井から天竜橋までを全通させた。だが全通後も巨額の建設費のため運賃が高くなってしまったために、需要が伸びず、不況も重なって、経営は好転しなかった。1943年8月1日、 豊川鉄道、宝来寺、鉄道、稲電機鉄道と、三振鉄道の四鉄道は、戦時買収され、一体化されて、国有鉄道の、飯田線とされた。鉄道事業を国有化された、三振鉄道は、三振航空機器株式会社と解消して、航空機器の製作を行う会社として存続した。また、1941年から翌年にかけて、 筆頭株主であった東方電力、矢萩水力の2社が保有する三新鉄道の株式が日本発送電に継承されたため同社市会社の発送電工業株式会社の参加に入っていた。1945年7月、三新航空機機は解散して生産を開始。同年10月に三新工業株式会社と解消して引き続き、 生産業務を続け、最終的に1950年に生産を完了した。1943年8月1日の買収に、際し、電気機関車1両、電車9両、貨車69両が国有化された。国有化直前現在の駅一覧。駅名は、国有化時に廃止となった駅。三河川,川井駅、池場停留場三新三和駅出馬駅。 三神城市城停留場、浦河駅、早瀬停留場、下川郷駅、中部天竜駅、佐久間駅、豊根口停留場、天竜山室駅、白上停留場、大嵐駅、大和田駅、中井侍停留場、稲尾沢駅、宇ぐいす停留場、三島駅、炎山口停留場、から停停留留場場画浦田駅、田本停留場、門島駅、東笠停留場、 近野停留場、千代停留場天竜橋、駅1940年7月15日改正当時。ありがとうございます。